フジテレビに対し、ワールドシリーズ中継に関する要望がネット上で渦巻いている。第1戦では、メジャー初の偉業達成にもかかわらず、わずか1分後には CM に入り、2戦目には、山本の好投を称えるスタンディングオベーションに包まれていたが、そのシーンは CM 明けに VTR として紹介された。ネットでは、変なタイミングでの CM はマジで勘弁してほしい。現地に女子アナだけってのはどうなの？といった声が集まった。第1試合の最初の方、フジ TV、どんなものか、と見てみたが、いつも見ている NHKBS に変えた。富士の地上波は期待値低かったけど、意外と落ち着いている実況と解説で面白いと感じている。多少内容や CM 放送タイミングが慌ただしくても、放送してくれていた方が安心できる。地上波中心で見ていたが、富士の中継もうまくやってたように思う。山本投手の降板の際のスタンディングオベーションだけは見たかった。解説者含めて、思ったよりしっかり放送している印象、何より BS などを視聴できない家庭でも見られるようにしてくれたのはありがたい。富士が放送しなかったら見れなかったし、テレビの電気代だけで見れると思えば、そんなに注文つけるのもねえ。CM なんて全然気にならないよ。それだけ放映料取られてるから多くの CM 獲得しないといけないのは承知してます。芸人やらアイドルが出ていたら即 BS と思っていたが、解説は元 NPB のレジェンドたちで実況も良かった。CM のタイミングなど苦情ある方は、BSNHK 放送見ればよい。ほんとそう思う。無料で見ててクレーム言うやつはただの自分勝手。余計なジャニタレの類のタレントやお笑い芸人が出てくるよりはるかにマシ。それに佐久間アナはよくやってるよ。不思議と彼女が現地アナするとドジャースは勝つ。個人的な感想だが、富士は余計な演出が多いと思った。真剣に野球だけ見たい。7回のテイクミーアウトプーザボールを流さないのは終わってると思う。山本由伸の交代シーンはマジでひどかったな。ベンチに帰ってから CM 入ればよかったのに、後で VTR にするなら生放送の意味ないやん。